将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思う内容を作成しました。第73期王将戦第3局2日目を迎え、前日封じ手前に有利になった藤井王将でした。2日目はそのまま形勢を維持すると思われましたが、2日目の午後に藤井王将にも疑問手があり、一時互角に近くなりましたが、立て直し見事に押し切り勝利し、王将防衛にあと1勝となりました。ご覧ください。対局2日目、現地は朝から太陽が顔を出して好天に恵まれました。9時までに1日目の指し手を再現し、封じ手が開封されます。持ち時間8時間のうち1日目の消費時間は菅井八段が4時間10分、藤井王将が3時間29分です。8時43分、菅井八段が対局室に先に入室しました。藤井王将も対局室に入り、盤上に駒を並べています。まもなく2日目の対局が始まります。対局2日目、立ち会い人の福崎九段が封じ手を開封しました。菅井八段の封じ手は7、3、歩でした。すぐに藤井王将は6、2、飛車と指して、菅井八段は5、5、歩とぶつけました。48手目を藤井王将が長考しています。54分の考慮で最善手の同歩ではなく8、4、角なりと指しました。菅井八段の読みを外したのでしょうか。49手目の菅井八段も最善手ではない8、2、歩なりと指しました。お互いに相手の読みを外した指し手が続いています。ここの指し手で形勢が藤井王将有利にまた戻りました。50手目を藤井王将がまた長考しています。31分の考慮で同飛車とと金を取りました。菅井八段が55手目を15分ほど考慮しています。現地では雪が降り出し、両者は窓の外を眺め、この表情。松江地方気象台によると、島根県大田市の午後の降水確率は 70% となっています。昼食休憩36分前、菅井八段の5、6、角に藤井王将が考慮に沈んだ自陣の両翼へ睨みを利かせた角打ちは、藤井王将にとっても予想外の一手だったのだろうか。昼食休憩時のスポニチ取材に、勝負どころかなと思いますと表情を引き締めた。33分の考慮で菅井八段が5、6、角と打つと、立ち合いの福崎文吾九段から、これは騎手全く思い浮かばなかったと驚きの声を上げました。5、8、金左と守りを固める手が有力だと控え室では見られていたところ、8、3、銀なりの反撃を見た手で、これは考えると思いますと福崎九段。藤井王将が50手目を考慮中です。午前のおやつの時間になりました。藤井王将はチーズタルト&カステラとブルーベリー甘酒スムージー、菅井八段は縁結びおはぎとオレンジジュースをそれぞれ注文しました。チーズタルトは北海道産のクリームチーズなどを使った濃厚な味わいで、カステラはふわっと香る卵と蜂蜜が特徴だという。おはぎは島根県産のもち米を使用し、甘さ控えめのすっきりした味わい。菅井八段は2日連続でおはぎを選んだ。15時を過ぎて午後のおやつが運ばれました。両者アイスグリーンティー飲料のみでした。藤井王将が56手目を30分以上考慮しているところで、昼休憩に入りました。藤井王将は勝部牛ステーキへ、ステーキへはとろけるような食感の島根和牛を使い、スタミナ満点。菅井八段はわさび飯、わさび飯は三瓶山コシヒカリに鰹節とすりおろしたわさびをのせ、三瓶そばと天ぷらがセットになっているをそれぞれ注文しました。苦しい時間は続く菅井八段だが、
現状打開のために目の覚めるような各打ちの勝負手を披露。どのような挽回を図るのか、はたまた藤井王将が押し切るのか、今後の白熱の終盤戦に大注目が集まる。8-3、銀なりを見せて角交換要求で馬を消す狙いの模様。しかし後手は角交換しても9-2、各打ちから優勢に攻めそうです。 AI は7-5、風致を推奨しています。昼食休憩が明けて藤井王将は何を指すでしょうか。ここで藤井王将が適切に対応すると終盤へと進みそうです。今後の展開を左右する大きなポイントの指し手になります。51分の考慮で藤井王将は最善手の7-5風致を指しました。菅井八段は5分で6-6飛車と指しました。58手目に藤井王将は最善手でなく評価値が少し下がる指し手でした。次の指し手も疑問手で少し形勢が紛れてきました。何か読み抜けがあったのでしょうか。少し心配になってきました。さらに藤井王将の指し手が AI とは異なる指し手が続いています。形勢が互角になってきました。チャンスと感じた菅井八段が65手目を考慮しています。15時頃42分の考慮で菅井八段の指し手はなんと5-3歩成で、形勢が藤井王将に傾きました。お互いに最善手が指せないようです。藤井王将は想定外の指し手だと思われますね。66手目を藤井王将は4分で最善手でした。ここから藤井王将は最善手を指し続けています。指し手が見えてきたようです。菅井八段は厳しい指し手が続いていて、形勢は藤井王将が勝勢になってきました。バタバタと手が進み、菅井八段は4-8金左83手目と防戦一方になっています。解説の畠山八段は藤井王将が優勢に立ちました。菅井八段は持ち駒に歩がないのが痛く小技が効きません。藤井王将が6-5桂馬と跳ねたら攻めが止まらなそうです、との見立てをしたところで、藤井王将はこの言葉通り6-5桂馬を指しました。福崎文牧団は6-5桂馬は藤井王将が勝ちましたと言っているような手です。と言い、控え室は終局近しのムードになっています。16時41分94手までで菅井八段が投了し、藤井王将が勝ちました。持ち時間は菅井八段が1時間12分、藤井王将が55分残っていました。順調に形勢を良くしてきて藤井曲線ができてきたかと思えたが、58手目から64手目にかけて藤井王将に疑問手が出て形勢が大きく戻り、ほとんど互角になりました。ここまで評価値を溶かす藤井王将は珍しいですね。65手目から再度藤井曲線が出てきました。ここからは完璧な指し手の連続で菅井八段の粘りも届かず、圧倒的な強さで勝ち切りました。いつものことながら終盤で優位になると完璧な指し手が続きますね。藤井王将は1日目は初めての向かい飛車で見慣れない局面で行っていて難しいと感じていた。2日目の昼頃はうまく指せばよくなると思っていたが、時を払われる指し手をうっかりしていたので、そこは反省点とコメントしました。菅井八段は同じ戦型が続いていたので違う向かい飛車を採用しました。1日目で少し苦しくしたのが大きかったとコメントした。大盤解説会場では藤井聡太王将、本局序盤から一手一手非常に難しい将棋だったんですけど、2日目はいくつか読みの甘いところも出てしまって反省点も残る内容だったと思っています。また本局をしっかり振り返って次の対局も頑張りたいと思っています。
菅井達也八段、一日目から自分の考えが甘いところがあって形勢を損ねる将棋になってしまいました。集中できる環境ではあったんですけど、自分の不甲斐なさがありますね。また頑張ります。絶対王者が緩急自在の指し回しで難局を制した。シリーズ3戦目は先手番の菅井八段が両者の対戦で初となる向かい飛車を採用、共に二の囲いを選び慎重に駒組みを進めた。過酷な挑戦者決定リーグを5勝1敗で駆け抜け、勢いそのままに藤井王将に挑んだ振り飛車党のエース菅井八段だったが、これまでの2局は思うような力を出し切れずに連敗。過去に将棋合宿などで何度も訪れたことのある準フォームとも言える地で、本局では序盤から強気な攻めを見せた。後手陣をめがけて踏み込んでいく挑戦者に対し、藤井王将は攻守のバランスの良い組み立てで抜け出したかと思われたが、菅井八段の気迫あふれる勝負師から盛り返し、盤上は再び中盤戦へ。藤井王将にとっても一瞬たりとも気の休まらない難解な局面へと展開した。活路を開くべく一手を振り絞る菅井八段に対し、正確無比な攻めから着実に白星に近づいていく藤井王将。最後まで続いた挑戦者の猛攻を振り切り、圧倒的な読みの力を見せた藤井王将が勝利をつかんだ。7番勝負の日程、開催場所は以下の通りです。第1局1月7、8日栃木県大田原市ホテル花月、先手菅井八段。第2局1月20、21日佐賀県上峰町大公園、先手藤井王将。第3局1月27、28日島根県大田市三瓶荘、先手菅井八段。第4局2月7、8日東京都立川市オーベルジュ時人、先手藤井王将。第5局2月17、18日大阪府高槻市山水館、先手菅井八段。第6局3月9、10日静岡県掛川市掛川城二の丸茶室、先手藤井王将。第7局3月30、31日東京都練馬区白滝呉服店振り駒。最後にお願いがあります。2024年も藤井竜王名人の八冠継続とタイトル番勝負の連勝を期待し、また一般棋戦のグランドスラムも期待しつつ、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とメンバー登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。